さあやっていきましょうか。ブルホスでございます。ということでね、前回ね、なんかかくれんぼしようぜっていうのも、なんか体を分解バラバラにされすぎたせいで、こう怒り狂ったミヤ人形がこう旦那さんではなくって娘にその恨み晴らさせておくべきかって言って動きかまされて、5、6回くらいなんかそこに沈められたんだけど、あ、これあれだ、ドナに操られて襲ってきたやつらじゃねえか。結局何もなかったけど、スニーキングミッションだったね。廊下だよね、合ってるよね。え、この進んでってる。おお、あ、あれだ、あのライトの中に当たっちゃいけないやつだ。大丈夫大丈夫大丈夫、よしよしよし、気づかれない。これを、あ、OK、ライトの中に入らなければ何にも怖いことはないので思います。よし、進んでいって目の前、あ、ちょっと待って、紙がある。これを先に進めばいいけど、多分これなんか金閣を壊してからじゃないといけない気がするから、目の前にいるね、目の前にいるね。隠れんぼスニーキングミッションって少しかけたんですか。向こう行ったってことは、こっちに移動して、で、あ、これ、ししゃが、あ、ちょ、いた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 、ローズはどこに隠れてるかな。で、こっち明かりにさえ入らなければ OK だから、あれ、これ違う、ミスった、あ、違う、これやばいぞやばいぞ、大丈夫かこれ、めっちゃ明るいけど大丈夫か、こんな明るいところ大丈夫か、こんな一瞬で模様替えをできる業者があるっていうのはもしかしたら素晴らしいかもしれない。アイテム相変わらず何もない、フラスクの力も一個もない、やばいやばい、よし、 OK、 いけた、やばい、すごいけた。上になんかいるかもしかして、こいつもう一回こっち来るから、こっち来て、でもう一回向こう行ったら、人形ってその無機質だから、人間みたいな有機質みたいなのそのあれだよ、感覚を司ることができないぐらい、こっち来ないで、あいつを壊さないといけない。おもろい、よし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 、やつのライト、やつのライト、ライト、あ、ちょっと、しゃがんでいくの、力が使えないって、なんか謎仕様なんだよ。で、開けることができました。で、もう一回、で、これ多分壁スケスケなんだけど、で、例のあの部屋と同じことになってるから、ジッチミーとキャサリンとルーシー3人を入れたあれだから、よし、OK。声とか聞こえないんだな、OK。じゃあこの次廊下進んでいって、本当に仕事は友達がたくさんいるから、そうね、毎年が友達たくさんいるからね。わー、私が捕まってる、ちょっと待って、遠い、あれ、ちょっと全然反応しない、大丈夫、近づいてって、近づいてったらまたこれなんか取り込まれてないのかな、あれ、ちょっと本当にいけない、本当にいけない、めっちゃ見てるんだけど動かない、あれ、ちょっと向こう側でなんかライト照らしてる、ちょっと本当にあれ、ああこんなギリギリじゃないといけないの、結構距離感シビア、でも結構ガシャン、あーそういうことか、音がしたぞ、行け、バカだねー、でずっと攻撃してるし、こいつに夢中になってる間に行こうってことだね。で、これあ、めっちゃくるくる回ってる、あ、金閣、うんとかしないとまたお願いし、あー、オッケー、向こうから落ちる。あ、です。で、向こう行くと、もう、座らない。やり過ごして、またいじめていくと。これ、指示してるやつもバカだし、やっぱ人形は人形なんだね。はあはあ、また私閉じ込められていじめられてるわ。そういうオチなんだね。で、これが、サルモンキーがいた部屋だね。で、ここには一体どこ、めっちゃ固まってるわ、全然動く気配ないな、大丈夫、どうしたらいいかな、これ、この高さだったら大丈夫なんだね、あ、でもこれ坂登っていったら捕まりそうだからやっぱしゃがまない、隙間からこれ動いてる影チラチラ見えてると思うんだけど、気のせい、大丈夫で、シドの部屋、この先に行きたいのに
で、あそこに金閣があるから、こっから金閣、あ、ちょちょ、あれだ、よかった、こっちまではライトが届かないっぽいね。あれ、ちょっと待って、届かないぞ。どうしたらいい？あれを落としたいんだけど、あ、でもあれを破壊したって、右側のドアの道が開かれるだけだから、あの奥の金閣を壊しに行かなきゃいけないから。どうしたらいい？これ降りる？降りた方がいいのか？違うよね。違うな。戻ってしまって、ワン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 。ワン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 。泣いてばかり。届かない。マジか。どうしたらいい？やっぱ進まなきゃだね。もう戻ってもなんともならんですよね。戻る。あ、おちゅちゅちゅ、危ない危ない危ない。しゃがむ。で、ってことは、これまっすぐ進んでいかなきゃいけないから、じゃあ降りましょう。降りて大丈夫？これ降りた瞬間にライト照らされて、ピピーンとかならない。まだ見つかってないから、見つかった時どうなってしまうかって興味がないんだよね。大丈夫そうだね。大丈夫です。あ、動き始めた。なんか機械察知してるんじゃないか。大丈夫だね。向こう行ってる。じゃあこっち行って、戻ってくるってね、戻ってきてる間に。あるの？もういいかい。まだだよ。これで。あ、ちょっと見つけた。見つかった。殺され方が人形のくせ人形みたいな異質なその感情がないから好き勝手できるっていうそういうことなんだろうな。なあ仕方ないね。よし、まあでも行くべき場所っていうのは分かったかもしれないけど、見つからないようによしよしよし、今だ。だから、行って戻ってってやつもいれば、行きっぱなしのやつもいる。行きっぱなしってなんかエロくない？あるの？ダメだな。そういうことばっかりが考えてるからな。よし。で、スーッと行って、ああ、向こう来てた。勝ち合わせる。あ、しかも戻ってきたよ、こいつ。どういう動きなのかな。だから、今、回ってるのが3体だから、2体が重なって1体がそれを追いかけるって言っている時に向こうにも行ってしまったらパンって言ったらいいちょっとあもう緊張するとくしゃみが出るんです。違うな、別にくしゃみが出ないんだけど、でここ中入ってここで金閣か、え、行けってなって、よし、 OK、 チャンスで、もう1個のこれ金閣をここから、全員行ってくれてるんだね。ありがとう。見張りとか残しといた方がいいよ。もしかしたら、ローズじゃなかったかもしれないとしたらね。OK。で、水、指輪を洗うところに戻ってきたってことだね。ここなんもない。なんか出てきたよ。ちょっと待って。友達と仲良くできない子はどうなるかしてるでしょ。どうなるもクソも。お母さん本気出してきてんじゃねえかよ。これに見つかるとどうなるのかって。人形は2回見つかるとゲームオーバーっぽかったけど、こいつに見つかると一発アウトなのかな。でもこれもまたがライトの中に当たってなければ大丈夫ってことだよね。OKOK。よし、じゃあ進んでいきましょう。またいるね。ん？ホワイトソーセージ。待って、ホワイトソーセージ。生焼け。え？こいつはどうしたらいい？進んでいって、あ、見つかった。こうか。お、そういうことか。で、こいつは、一生動き、あ、でも、
一時的に体止めてるだけになるのか。なんか体残ったもんね。あ、でもホワイトソーセージ終わっちゃった。どうしよう。ソーセージが終わっちまったな。あ、くるくるな。ということは、こいつの背中を追いかけていきながら行けばいいかな。うわー、後ろに超強そうな武器仕込んでやがる。これまっすぐ進んでいきたいけど、またこれどこかあるか。ベッドルームに行くか。金閣。なるほどね。ホワイトソーセージ再びか。食べとこう。じゃ調べない調べない。ホワイトソーセージ。で、こいつに見つからないように、あの金閣を破壊して、うちも今見つかってたやろ、つい。ライト当たってたけど、ガバガバやないか、判定。うわぁ、マジか。入ってきやがった。どうしようか。で、ああ見つかった。見つけ。目がガンガンってる。おえぐい音が出る。頭からかじられてる。そういうオチだったのか。一発アウト KO。頭かじって首ゴキゴキの術。マジかよ。おい、そっち。見つかってるやろ、ちょっと。なんかもうここまで。その怖いのが続くとあれだね、さすがに怖くはなくなってくるね。オッケーで、バーンってやって、で隠れとく。で2つがこっちグループいったところで、スカートまくれめくれ上がってくる。大丈夫。こいつこれ来てないよね、来てないよね。あのまた戻ってくるとかそういうオチないよ。大丈夫だよ。よしよし。どこに隠れたのかな。中央、中央、これとくることもない。で、これ、グッと。これ、バーンってやって。じゃあ、見つかった。走れ、逃げろ。あー、無理か。あー、無理か。こいつには効かないのか。やるだけ無駄だったんだ。しまった。ホワイトソーセージ、無駄使い。いやー、痛々しい音鳴ってんなー。さっきから。えぐ。グロ。上。これなんか3回もやり直すような場所じゃない気がするんだよね。みんな思うけど、またカッチンカッチンになってる。で、オートミールかな。あれ出てこない。慌てすぎなんだよ。悪い子はいねがー、さっき。見つけた。うっそやん、マジかよ。うわー、ちょっとこれ今のボンミスというか、なんか、ね、ちょっと、もうそろそろ二度あることは三度あるとは言うけど、4度目の正直なことはないかもしれない。ちょっと4度目なんで、そういうふうにやっておいて、フッて打てばで、見つけ、ああ、見つかってない、見つかってない、大丈夫だ。で、これ壊しておいて、やつをやり過ごす。これ大丈夫、しっかり照らされないよね。どうする、これ、向こうに。ちゃうのか、それともこれ後ろに押していく。どこに隠れてる。大丈夫っぽいね。よし走れ。オーケー。もうゴールは目の前。よし、ベッド戻ってきた。ベッドルーム、ここに答えがあるってことだね。ここに結晶があるね。さあ結晶出せ。おお、顔人間いっぱいある。みんなローズが嫌い。大丈夫、俺お前のこと嫌い。変な力。そうなんだね。そうです。結局人間って自分と同じ人たちのことしか好きになれないから、自分じゃない何かこう特別な能力だったりとかさ、優れた能力を持ってるやつがさ、結局妬ましいんですよ。だってローズが持ってるその白い汗が手が出てくるっていうのもさ、自分がそれができないから気持ちが気持ちが、それが後ろからお母さん追いかけてきてる。
バタ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 。お母さん超本気じゃん。閉める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 。お母さん入っちゃう、入っていっちゃダメ。娘のサンクシャに入っ、どーん、ちょっと待って、これ、え、もう妊娠じゃないのに早く逃げろってこと。おー、顔がこんにちは。おー、顔再びこんにちは。反対向いてるよ。そんなことしてたら頭に血が昇っちまうよ。うわ、めっちゃキラ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 笑ってる。友達いないんだってね。とか友達いっぱいいるよ。おー、顔がいっぱい入ってきてるよ。そんなことあるよ。うわ、これあれだね、あの バイオハザード6のエイダ編、ラーダカラミス、あの、ラーダスポー、おかんが来る、おかんの影が見えたぞ今。おお、みんなローズが大嫌い、いや僕のことが大好きです。手ぶらしてくれるか、手ぶらさせてくれるか、手ぶら手ぶら、おお、走れ走れ走れ、イーサーが走る、イーサーは大好き、イーサーいいやつだよ。見てる見てる、マイケル、マイコー、マイコー、おっしゃーけ、お母さん登場。サンドウィッチ、これでもうさすがにこのソープパートまるで終わりだろ。Why are they talking about my dad? なんであいつらお父さん、そうだよ、何も知らない、そうそう、会ったこともないのに、そうだよね。 No! ローズ自体も会ったことはあったとしても、 I don't know the first thing about him. I wish I did. All I know is he died protecting me. Sometimes I try to imagine what my life would have been like. そうね、if he hadn't died. They've taught me to ride a bike, helped me with my homework, told me a story every night. But he's been there for me, proud of me. Sometimes, when I feel lost or afraid, I try to imagine what he might have said to me. すごい胸のところがぎゅーっと締め付けられている思いがあるから、か、見せたいものが。You should see.見せたいものがあるって言ってるってこと。あおー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 。Where are we? Welcome back. お家へようこそだね。ただ、こんなに周りの世界黄色かったっけ？ここなら安全だろうって、初めからここに連れてきてほしかった。It feels familiar. なんで連れてこれなかったんだろうな。Like, I've been here before. よしよし。じゃあ、Look at all the decorations. Some... 武器はまだ帰ってきてないです、ね。Kind of party? すごい気になるところであるんだけど、まあ、区切りもいいところまで来たので、一旦ここでそしたらセーブをして終わりにしておきたいかなというふうに思います。はい。ということでね、最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して、引き続き、ローズの旅、応援していただけると嬉しいです。私も嬉しいです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でございました。さよなら。バイローズ。ママに勝った。